皆様こんにちは。熟年向けエンターテインメント番組ハイカラ万歳の時間がやってまいりました。本日も新宿区にありますハイカラスタジオからお届けしてまいります。話題の映画猫の髭にスポットを当てて、お届けしてまいります。そして今日も大変ビッグな方がゲストでございます。まずは私のお隣美女でございますが、女優の渡辺真紀子さんです。ようこそいらっしゃいました。お願いします。そして猫の髭の脚本企画出演までされております、俳優の大木さんです。どうもようこそよろしくお願いします。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうですか、この映画は通じて感じたことは。やっぱり人生そう長い、自分が若い頃に思ったよりもその過ごす時間っていうのはたくさんあって、その中でやっぱり現実理想を思ったりとかするじゃないですか。ああ大人になった、結婚をして、子供を産んでこのように進んでいくのだろうっていうことだけではないんだなって、ただそれをどう肯定して生きていけばいいのかなっていうことを考えたりとか映画を通じてしましたけど、ね、なるほどなるほど。お住まいが大木さんのご自宅という。そうです。ひどい話ですよ。いやいや どんな感じだったんだセットがね。セットが素晴らしいなと、よりだから自然な感じは僕らビデオ見るとまあね、僕は住んでたんであれですけど、渡辺さんほら全くそのいわゆるロケセットに入って、そうですね、自分のお家にしなきゃいけない、どんな感じですか。それは意外にね、難しくはないんですね。具体的であればあるほど楽は楽なんですけど、ただこの人どこまで投げ出すんだっていう一体大木さんの生活、大木さんっていう人の人生の生活はどこに行っちゃったのかな。そうプライベートの何もないですからね。どこまで私は関わってしまってるんだろうっていうことの方が、皆さんそう言って引きずり込まれて、多くの方が応援してきた作品なんですね。これこういう映画の作り方っていうのも珍しいですよね。まあないこともないですけど、そうた、まあ自主映画の中でこれだけ本当に正真正銘エネルギーを注いでたっていうことを感じたのは珍しいですね。ですよね。しかも今までそんなにお付き合いがあったわけでもない、あ本当に一生懸命正直にやっているなって、そういう人に出会えることは嬉しいなみたいな、彼ずるしたらどうしてやろうかなっていう基本的に宣伝費ないですから例えばテレビ CM とかで、できるならいいですけど、それじゃないってことは、最低限の宣伝をやり、あとはもう口コミしかないんですよね。そうですよね。 でも作品に力があれば、力っていう実力っていうか、それがあればそういうことも可能なんじゃないかなと思う。肝心のほら作品が大したことなくてテレビでバンバン CM やったり何やっても、その時はいいにしてもその先がね、逆にこういった方がいいんじゃないかな。そうですね。私もそう思って拝見してたんですけれども、やっぱりそういうパワーのある作品を僕らももっともっと宣伝していきたいって思うじゃないですか。もう大きい、ね、映画会社のはもうマスコミコマーシャルやってくれますんでね、逆にこう情熱持ってる方の作品っていうのはやっぱりどんどん応援したいと思いますよね。ありがとうございます。渡辺さんも猫がお好きとちょっと伺ったんですけど、もう飼っております。飼ってるんですよね。今回でも奇遇ですね。先週出ていただいた川上さんはじめ、お三方皆さん猫飼ってるんですね。渡辺さん今何匹ぐらい。3匹います。3匹いますか、でも今回猫も出てきますが、やっぱりそれはかなりほんわかした癒される時間もあったんじゃないですか、撮影の中で。癒されますよね。ですよね。ただたまにちょっと嫉妬しますけどね。なんでですか。なんでやっぱり存在感が猫の方が強いんですよね。自然体ですからね。子供も同然かなわないってよく晴れながら言うんですけど、やっぱりこう作為がないっていう、
ね、言い方は強いですよね。うん、そうですね。やっぱりその強さありますよね。演じてるわけじゃないですからね、彼らは。また大木さんは自分ちのとこのもんだから、すごく可愛がるんですよね。そう、それずるいですよね。あれうちの猫使ってるみたいな。あれ私はみたいな。いや、そんなうちの飼い猫よりも私のことです。あ、そういうことですか。そういうことですか。はい、なるほど、なるほど。